ません先輩方失礼します。だいい体してんな。失礼します、うん、いいですね救急隊。暇の時暇だからな。ちょっとありがとう鶴銀キャプテン。いや私のことはドクター K と呼んでください。大丈夫ですか。うえあの今日から救急隊の体験に、はい、お来てくださったので了解挨拶。はじめましてよろしくお願いします。焦げ付き鶴木です。おお願いします。鶴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前のチームではどこのポジションを。はい今日からサッカースイムをやります。サードやってない。野球なんじゃなくて、サッカーなんだけど、ビルボックス FC のキーパー、カレジだよろしく。お願いします。ロスサントスの壁フロントガードのやらしてもらってます。フロントガードドリブルこそがチビの生きる道です。ポイントなしなし多分、自己紹介は以上だ我々から、はい、こちらからは以上です。だいぶ適当だったこちらから。お願いします。マグロさんそれ何本作りに来たんだけど。ああなるほどなるほど。うん体調に教えてもらえるってエグいっすね1日目から、すごいこと珍しいというかちょうど行った瞬間にいたんですよ。じゃあそしたらここで上からじゃあ順番にボディ行こうか。ボディ19番だわかりました。137のすいません先輩方失礼します。大丈夫だぞどうぞ。おいいいからだってんだ。いい体だ。失礼します。救急隊に向いた体してる。はいその状態で服見れるか。でもあ見れます見れます。見れるんだ。あ隊長ちょっと邪魔す。隊長邪魔。隊長になんてこと。すごい。本当にお言葉ですがすみません隊長。隊長目の前に怖い。大丈夫。一番目のねインナーが、はい、インナーがね74番。74番はい。うん、これピアスいらないな。え、オーソンだし。オーケーストックス。74じゃなくて、とりあえずまあでトップスからいくか。トップス。はい。トップスが249番。帽子はそうだそう。キーパーは大丈夫ですよ。はい、キーパーはみんな帽子つけてるイメージありますね。帽子 OK。キーパーだけ帽子12番。ボディ12番。キーなんか違うぞ。で、デカール。デカール、はい。すごい。あ、すごい。57番。57番。これ、17番。あ、ありました。OK があるね。OK です、OK です。ここでズボンなんか、いい感じのやつ、自分で見てもらって。あ、わかりました。うん、もう失礼します。はい、わかりました。はい。なんだ、これおかしい。え、どうしよう。病院付近行きます。スパイクっぽいやつね。A few moments later. すいません、ボケれなかったっす。いきます。いい、全然大丈夫。すいません、準備完了なんで、じゃあ一旦また病院戻るか。はい。全然スパイク感ないけど。なんかうち今日はもうサッカーチームみたいな。そうなんですよ。いや、遊び回っていいですね、救急隊。暇の時暇だからな。ちょこっと。大将がちごめんなさい。ガチすいません。ちょっと今直してきたばかりなんだが。大将すいません。早く乗り早く乗り。どう思った？怖い怖いしてきた怖い。乗れないです。乗れないのか。やばいバンダーマさん。やべえぞバンダーマーだ。バンダーマー。バンダーマーさんが来た。バンダーマーさん。バンダーマー。おい。やろう。鍵かけたす。鍵かけたす。なんだ。バンダマーさん、あざした。またよろしくお願いします。名前次間違えたら殺すから。こらすごい。すみません。見えないし。え、救急隊行く。救急隊行くす。救急隊行くす。90110行きますね。お願いします。ニコダは助けて大丈夫。いやー、これまずいですよ。了解です。いや、来てる早くやばいちょっと待って、なんで、あー、やばい終わる、これ頼む、逃げてくれ早く隊長、早く金だけセットさせてくれ。ニトロ金、俺にはニトロ金が必要なんだ。何言ってんだ、てめえ、この野郎。待て俺関係ないですよ。 OK、ありがとう。バンさん、俺関係ないです。お前、ぶつけたろ。いや、恐ろしい人来たっすよ。恐ろしい人相手にしてるっすよ。しかも結構しつこく追ってきてるっすね。やばいぞ、俺聞いたっすよ。モズっていうギャングっすよね。俺知ってます、唯一。いっちゃんね、一応偉い人。いや、エグスガチで全然。うわぁ、お前ら、あでこれ。やばい、埋まっちゃってる。お、うまっ。あ、これ。なんじゃい。あ、ぶつけたろ、おめえ、これ。ぶつけてねえよ。ぶつけたろ。ぶつけた。じゃあやりましょうそいつをやるから、それで手打ちだ。なんだそれ。やりましょう、こいつやりましょう。君の部下じゃないのか。
いや、ただの体験者だから。おー、かわいそうやろ。おい、おい、命だ、守る。ただの体験はお前かわいそうやろ。おい、ちょっとやばい。なんで、おかしい。ちょっと待って。君を誘拐することにした。いやば、誘拐。なんてな。ありがとうございます。ほら、じゃあな。届けていただいてありがとうございます。ああ、バンダーマーさん、あざした。あと、で俺したいかな。まあ、殴り合い。はいはいはい。おしまいまーす。試しにやります。何してんだもん。あ、ちょうどいい、来たじゃないか。大丈夫ですか。ちょうどいいわ。すいません、何があったんですか。死んだしますね。ちょうどここにうかつな怪我人がいるので。はい。そうね、じゃあまず、ね、診断からしていこうか。死なします。お体触りますね。はい、しました。はい、医療です。運び方わかる。わかります。オッケー、素晴らしい。おお、素晴らしい。このここから右側3つが主な治療場になっているので、はい、ここのこの治療台の上に乗せてもらうとベストなんだけど、乗せ方としてはまあ一旦ちょっとまあ一旦これですかね。患者を大切に扱ってください。乗っちゃい一旦これでいきましょう。多分そのままだとな、自分の体で動けないから。オッケー、オッケーです。恥ずかしい格好させられて。治療台と平行になるようにすると乗せやすい。こう向こう向くというか。あ、まあまあいい、乗せられなくても問題はないので。あ、ここでいいですか。乗せようという気持ちが大事だ。あ、わかりました。大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか。ありがとう、ありがとう。マッサージします。マッサージ、ありがとうございます。いや、よかった、本当に。あ、素晴らしいです、ありがとうございます、うん、すいません、ね、ちょっと。いや、彼は俺が救ってあげないと。大丈夫ですか。大丈夫はないです。ね、小沢さんすね。痛いよ、痛いよ、痛いよ。いい、ね、お願いします。大丈夫です、はい、もう今助けますからね。お体見ますね。上手にできるかな。出血してる。座礁出血ですね。うん。てことは、てことはですよ。まだ教えてないのが一個あるか。いや、大丈夫、止血キット。まず一旦止血しないと血を止めない。血を止めるところがスタートですね。素晴らしい。血を止めますね、今。やばいっす。湯水みてえに俺の DNA に流れ込んできてるんですよ、この EO が。止血、そして座礁。座礁言ってない？言ってないです、言ってないですよ。座礁はどうやって直すの？もう喋らないでください。痛い、傷口、傷口が開く。そうだよ、確かに。痛いよ、怪我人なんですよ。で、座礁はアイスパック冷やしますね。おお、素晴らしい、素晴らしい。100点だ。素晴らしいな。一番向いてるかもしれねえっす。この仕事今までのやつで。いや、ま、助かりましたよ。いや、よかったです、本当に。何があったんですか。事故ですね。あ、事故か。事故だようです。うまいこと。いや、私も彼に事故で巻き込まれて救急隊のお世話になったことありますから。そうなんだ。懐かしい。いや、ごめんなさい、その説は。いや、助かりました、本当に。もういやいやいや、全然全然。ありがとう、鶴銀。いや、私のことはドクター K と呼んでください。了解。逃走フェーズに移行。まずいじゃん、それ。了解。ドクター K はまずいんですか。ま、まずくないかな。だってもう、それあれじゃん。あ、待って、アイフク使っちゃった。あー、うめえわ、うめえわ。じゃあ、ありがとうございました。いや、あざした、お大事になさってください。はい、はい、失礼します。レスキューの仕事が入ったから、ちょっと、はい、行くか、ちょっと。わかりました、わかりました。遭難者のレスキュー。遭難者のレスキュー来た。俺がヘリコプター出すから、ちょっとここに立ってもらっていい？ここで、はい。うん。で、俺がヘリ出すわ。おー、と、まあ、救急車も一緒で、まあ、さっきみたいな救急ヘリを選ぶと、このように、近くにいる人を同乗させた状態で、屋上からヘリコプターを出すことができる。遠いっすね。大体の場所は覚えてんだけど、ちょっと周囲見渡してもらって、でっかい船、客船が、はい、あると思うので、この付近に。客船、客船、そう。あ、船もある。船ある。船は右斜め前に、SE の方角ですね。あ、あった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 。オッケース、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 任せてください。気づいたなと。目の良さだけは任せてください。開くよ。了解です。何してんだ。ああ。どうしました。頭が痛いっす、ここ。え？そっちか、そっちに行くぞ。フラッシュバックがすごい。どこですか。まあ、多分今回り込んで、今か。体当たりでガラスぶち破ったね。
うわー、ここやばいっす。ありがとう。あ、そうそう、大丈夫ですか。レスキューの一環ではあるが、申し訳ないっす、マジで。本当に出れなくなっちゃったんですね、ここが。そうなんです。乗り込むとき、後ろのプロペラ気をつけてな、それ。了解。こっちは大丈夫、大丈夫。あ、間違えた。あ、じゃあ、前、すみません。オッケー、そこ。いやいや、分かれてね、分かれて、分かれて。どこでも変わるのかな。オッケー、そうです。お城先生、対応します。助かりました。どこに送りゃいいんだ、じゃあ。もう一人来ていただけませんでしょうか。はい。場所まで指定していいんですか。別にいいよ、もう。ただこれ、お気持ちでお代金いただけるんですよね、これ。いやいや、そんなやったら、お二人で公務員ですから、そんなね。お気持ちでお金だなんて、そんな。何？公務員であれだったら、やっぱ、あれじゃないですか、やっぱ。お職とかになりません？お職、まあ、いいんですけどね、うん、渡しても全然自分たち渡したいんですけど、渡してもいいんですけど、公務員なので大丈夫かなって思って、大丈夫かなって思ってて、いやもう心配だなと思って、いやお金なんていらないですよ。ああ、すごい、俺らの物語じゃねえですか、これが。うおお、物語も何も、ただ俺らの物語っす。いいようにあんまり使われてないだけだぞ。何もいらんす、何もいらんす。守さん、この人さすがっす、対応しましょう。いやいや、採用 できないね、今ちょっと。外野は黙ってるだよな。今せっかく肩持ってくれてんのに、今せっかく、そっち側だったのに俺。いやもう本当に大丈夫です。いや、いいだろ別に。ああ警察ができなかったから今救急隊の体験してるわけじゃねえんだよ。いや、そうですよ。そうですよね、鶴木さん。いや、そうですよ。人の命助けたくて今来たんで。さっきまでめっちゃ超絶だったのに。俺、こんな黙れ。鶴木くん初めて来たんだよ、今。いや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 、まあ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 。なんかの間違いですか、これ。はい、この人は救急隊一本です。いや、そうですよ。ね、いや、救急隊本当に楽しいです、マジで。あれ？え、でも皆さん何されてたんですか、そこで。心配、逆に心配になってきた。いや、すいませんね。うちのものが本当に。まあ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 、これも一応仕事の一環ではある。ごめんなさい、ちょっと間違えて喉閉まってたっすね。ああ、そういうことか。そういうずっと喉閉まってたっす、すいません。え、どっからっすか、外野は黙ってるだよなからっすか。あ、そうか、そうか、そうか。そこら辺から。え、食いことになってるっすね。ただ喋らない人で。めちゃめちゃしょぼんとしてるのかと思って今。いや、違う、マジで違う、普通にマジで喉閉まってたっす。あ、よかった。いや、全然、2人とも助かってよかったです。いや、ありがとうございます。危うく本当に。じゃあ俺もよろしくお願いします、これからじゃあ。はい、いや、あ、よろしくお願いします。いや、まあ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 、乗るんかい。乗るんかい。またね、何かあったら呼んでください、いつでも。はい、ありがとうございます。はい、お大事にどうぞ。ありがとうございます。そういえば好きな、僕もイラついてるんですよ、さすがに。おさむ先輩にはとても素敵な恋人がいるんだけど。あ、女がいるからな、俺には。え、誰ですか？脇岡。アマハネ、四葉さん。あ、救急隊だ。お付き合いされてるんですか？まあまあまあ、そうだね。ちょっと、慣れ初め教えて。え、なんか、ダメだよ、ジュース。ちょっと困ります。待って。大丈夫ですか？なんだこいつは？うえぇ！病院襲撃。みんな奥隠れろ。隠れろ。ただ近くいるかもしれないから、基本は出るな。大丈夫？鶴木くん。もうこっから絶対外出るな、今。よかったっす、俺で。死んだのが俺でよかったっす。死んでないよ、死なせないよ。いや、ぶん殴りに行こうとしたらやられたっす。あ、俺もちょっと行こうと思ったけど、踏みとどまった。銃を持つ術があるっす、これは。あ、そうだな。救急隊は銃を持たなきゃいけないっす。え、何なんですか、今の一体。いや、本当にわからない。大丈夫だ、あれはあのね、1年に1回起きるかどうかの。怖い職場じゃないからね、ここは。撃たれた直後だけど。大丈夫か、本当に。俺は正義だから。痛いとこない？すいません、隊長やられました。おー、大丈夫か？逃げてしまった。もう一人の方は大丈夫ですか？ごめん、バイクで逃走してた、なんか黒い仮面に黒のマントだ。なんだあいつ、やばい、ごめん、俺も出血してるみたい、撃たれた。銃をください。それ見よう。で、入り口で、おさめがいるところぐらいで、で、カウンター前にいる。まずはマグナムを撃って、立ち去ろうとした。マグナムが撃たれた理由ってわかるか？で、なんかさっきの話によると、バンダーマに喧嘩売ってたのか、アマグラム。どうなんだろう。で、それでなんか対立してたみたい。あのマグラムから話聞いたことは分からない。本人どこだ。本人から。おい、大丈夫か、なんだ。やり返すことじゃない。救急隊打つの良くないな。いや、まあやり返せないことはないが。アマに聞いてもらおうか。やり返すメリットはないですよ。銃の所持を許可してください。それはダメだ。銃は持ってるか、俺は。
17日前に起こったことを起こったというか、はい、終わったにもかかわらず、はい、同じ下りを今日もう一回やったってことだよな。てか、うん、あれだよね、情報共有ができてないよ、ね、ほうれん草なってねえなモズで16日ぶりに街に出てきたんです。そっから僕は、うん、今日したら急に刺されました。おかわりされたってことだよな。そういうことです。剣くん、ずいぶん反省してそうですね。ごめんなさい、ちょっと剣さん嫌になってきたな、僕のせいで。まあまあまあ、俺の子分になるんだったら許してやるよこいつマジでなんだこいつ、ちょっと待ってくれ話がかった、顔上げるんだ。まあやらかしたんだったら順番は変わんなきゃいけないですねフランシスコマグナムさんが体験ですね、これは。いや、それは覆らないんだまだ階級は覆らない。 あ、そうですか、OK です。マグナムはちゃんと謝れたから。いや、全然気にしないでください、うん、ごめんなさい、僕のせいで。いや、しょうがないです、ほんとしょうがないです。うん、よかった、その通りだ。よかったじゃない、よかった。警察襲撃の立ち会えるなんてすごいですね。なんで、サイコパスなんだ。警察襲撃じゃない。その発言は取り消せ。救急隊襲撃ですね、すみません。立ち会えるなんてみたいな。事故。そこを訂正するんじゃない。そう。立ち会えるってなんだ。そんないいことみたいに。自分自身はもちろんだが。え、なんかファイティングポーズ。子供が撃たれてるんだ。子供が撃たれてる。ああ、マグナムは子供だぞまだ。え、病院連れてきます。遠慮を言ってあげなさい、マグナム。僕13歳でヒゲそれはいいじゃないアメリカだったらそれぐらい。しかも、あごヒゲは結構難しいですよ。スペインですよ、まあ、人種のあれだな、はい、成長がちょっと早いんです、うん、なるほどですね。大丈夫だった、剣くん。全然大丈夫ですよ、もうピクピクっすもん、もうピクピク死にかけてへん、それ全然ピクピクっすね